知事を訪問したのは県高体連の中島真一会長と県高野連の渡辺成樹会長です。 SSP カップは新型コロナウイルスの影響で開催が見送られた県高校総体などに代わって6月13日から昨日まで実施、県内各地を舞台に31競技33種目で熱戦が繰り広げられました。本当に高校生にとってはですね、区切りといいますか、高校生活のですね、まとまりでまた次に向かっていくような、そういう大会に、なったんじゃないかなというふうに思っています。各種目の優勝や準優勝などの結果は学校ごとにポイント化され、総合優勝校は今月26日の定例会見で発表される予定です。